さあ第3位です。リカルド・ロペス対ロセンド・アルバレス、これは WBC と WBA の統一戦であります。ロペスにしましたら自分のタイトルは21度目の防衛戦に当たります。そしてアルバレスにしますと自分のタイトル5度目の防衛戦になります。さあ試合が始まりました。当初はこれ三冠統一戦となるはずだったんですが、ロペスが前日に WBO を返上したため二冠の統一戦になりました。まあ、浜さん、はい、これもですね、アルバレスが何と言いましょう、実力者だったんだなということを印象付けた一戦と言ってもいいと思うんですが、予期せぬ出来事というんですかね。このロペスの牙城はなかなかここまで崩れることがなかったんですけれども、まあ、精密機械というんですかね、機械を壊しに行ったような状態がありましたね、アルバレスが。再三にわたりこのバッティングもありました。場所はメキシコシティです。まあ、お互い日本に馴染みのある選手ですよね。まあ、アルバレスは日本でですね、佐藤健太、その塩浜隆選手と戦ってますし、まあ、リカルド・ロペスは今すごい右クロスですね。センターすごいですね。まあ、大橋秀樹さんからタイトル取った選手ですね。このロペスが初めてダウンを喫しました。まあ、先ほどハプニング集でもその映像をご覧いただきましたけれども、見事な浜さん一発ですね。右のクロスカウンターが決まりましたからね。それでロペスが1回転して倒れるところなんか見るの初めてですからね。2ラウンドにダウンがありました。アルバレスは1年2ヶ月ぶりのリング、リカルド・ロペスは6ヶ月半ぶりのリングです。その後は一進一退という試合ラウンドが続きます。で、試合は7ラウンドまでありました。つまりこのラウンドです。切ってしまうんですね。結局これ続行は不可能になります。で、小泉さん、負傷判定。そうですね。という、普段まだ続行ですね。失礼しました。ここでドクターはですね、もう出血がひどいんで試合続けられないって言って言ったらしいんですけれど、そこがですね、言語の壁でですね、それが伝わらなかったので、で来年から WBC ではですね、サッカーじゃないんですけど、レッドカードをドクターが出すらしいですね。これ以上続行無理だっていうのをレッドカードで明示するらしいです。で、結局負傷判定になります。これ集計に20分も用意したという長い集計になりました。エンパテっていうのは引き分けっていう意味なんですね。結局判定はドローでした。これは三者三様のドローであります。はい、というね、精密機械壊れてしまったした。その後ね、なんとか立て直そうとリカバリーしたんですけれども、結局はバッティングのため再三、まあ、その前からあったんですけどね、はい、続けることができなくなりまして、ここに当時の点数が残ってます、はい、68対63でアルバレスで、67対64で一人はロペス、もう一人は66対66ドローをつけています。三者三様ですね。浜さん、この時はどういうことを思いました。はい、まあ、今精密機械壊されたという話がありましたが、はい、まあ、その後のロペスの攻撃ですよね、はい、それ見た時にはやっぱり勝負師らしいようなところを見たんですね。どういうことでしょうか。というのはですね、あれだけ打たれるのが嫌いな選手が、玉砕的に打っていったわけですね。そういうところはやっぱり一つの勝負師だなと。今の状態は何とか変えなければいけない、今は本当に苦しい時だと。その時は守ってたんじゃやられる、じゃあ攻めていって打ち負かすしかない、本当に苦しい時に最後の踏ん張りっていうんですかね、それに見れたような感じしましたけどね。小泉さんどうでしょう。これ3位入りました。この試合は私も精密機械が壊れたとは思わないんですね、うん、というのは確かにあれだけ強烈な右クロスでダウン食いましたね、はい、普通だったらですね、自分のジャブに相手右クロス合わせてくると、これ狙われてて左ジャブ出なくなりますよ、うん、ところがロペスはですね、あえてそのプライド傷つけられたり、その怒りからかですね、
左から攻めましたね。それで打ち合いに持っていきましたね。まあ浜田さんも言われました。ああいうところにロペスのそのプライドの強さっていうのも感じましたね。そしてこの試合に関してはロセンダルバレスはよく研究してましたよ。左全然出さないんです。でもう右合わせよう合わせようと思って、それでロペスが来るのもうタイミング合わせで狙ってたんですよ。それでカチンとそれで合わせましたよね。あそこで本当は試合終わってれば、ロセンダルバレスの本当思うつぼだったんですけど、まあ立ち上がって試合続行してきた。それでロペスはもう反撃してきた。だからまあこれ三者三様で再戦を迎えるっていうのはですね、一つのいいストーリーなのかも分かりませんね。はい、まあ倒されるじゃないですね、ロペスが倒れていい試合になったという感じですけれども、はいはいはい、続いては第2位に行きましょうか。第2位の発表です。2位はこの試合です。やはりオスカー・デラホーヤ絡みです。相手はなんとフリオ・セサール・チャベス。世紀の一戦です。究極の復讐、ザ・アルティメット・リベンジと銘打たれました試合です。1万8500シートがあったんですが、全ての席が完売です。まあ浜田さん、はい、この試合締まったいい試合でしたね。そうですね、やっぱり選手という、はい、まあ試合に2人でやりますからね、はい、2人がベストコンディションで上がってきたということも言えるでしょうね。ちなみにこのデラホーヤのこの時のファイトマネーは13億5000万円、すごい額です。そして、チャベスの方は8億1000万円ですか。再びメキシコのヒーローを倒して5度目の防衛なるかというデラホーヤです。そしてキャッチフレーズ通りの結果なるかというチャベスだったんですが、まあ何にしましてもデラホーヤもよく仕上げてまいりました。相変わらずのスピード、パワーを見せつけています。まあ、ローブローの注意受けてですね、そして一方はローブローじゃないって、オスカデラホーヤはローブローじゃないかって言って、まあ冷静なデラホーヤにしてはちょっと珍しいですね、はい、まあそれだけこの試合にまあ気を入れてたんですよね。第1戦が96年の6月7日シーザースの屋外スタジアムで行われました。それを受けてのこのリマッチ。この試合はデラホーヤがあえてその接近戦を挑んでいったんですね、チャベスの得意な距離に入っていったんです。そして確かにチャベスのパンチも受けたんですけど、いいパンチを入れて結局、まあ、ストップしたんですけどね。試合は7ラウンド目。この辺りにお二人の採点では6、7、8と、いや、3、4、6、7、8とお二人が揃ってデラホーヤに入れています。だからデラホーヤのセコンドはもっとアウトボクシングしようと、離れた距離から相手を叩けっていう指示だったんですけど、デラホーヤは接近戦に挑んだんですね、だからまあ、虎穴に入らぬのは虎子を得ずっていうことでですね、デラホーヤ自身がこの接近戦を選択したんだと思います。新距離の打ち合い、この後のショートレンジ、浜田さんどうですか、この2人の打ち合いは。この時ですね、この打ち合いはチャベスが最後はいつもものにするんですね、ですからここでものにできなかったというのが勝負の分かれ目でしょうね。普通これこの状態に行けば最後打ち勝つんですよね。最後取りましたから、試合はここで終了します。結局チャベス陣営がギブアップします。試合終了です。この時のデラホーヤの喜びようはなかったですね。やっぱりチャベスの調子良さは分かったんですよ、今沈黙をかなければ自分も危ないというのもあったからなんですね。これでこの両者の間にありました因縁というのは決着がついた形で終止を迎えています、はい、
アルティメットグローリーからリベンジになんか尋常じゃなくなったんですけど、ね、デラホヤでもあんなに熱いデラホヤ久しぶりでしたね。ああそうかもしれませんね。まあ、しかしあのデラホヤの試合こうやってずっと10位から見てきましたけれども、はい、やっぱりすごいですね、引き締まってね、迫力があります。浜さんどういう印象でしょうか。はい、まあまず最初にデラホヤベスト10にまた2回目ですね。あそうですね、2つ目ですね。やっぱりそういったことからするとすごい選手であることは事実ですよね。あとチャベスとの2戦目ですから、はい、その2戦目で、1戦目はデラホヤからするとラッキーなところあったと私は思うんですよね。今回の試合は完全に打ち勝ったということを言っていいでしょうね。はい、文句なし、したがってあの喜びようになるんでしょうね。もう打ち勝って勝ったと、1戦目は、相手が切れてストップで勝ったと、今回はチャベスの一番いいところ出させて、それで自分で、打ち合いに対抗して、それで相手が諦めたと、はい、これで文句言えるかというふうな状態じゃないですかね。なるほど。小泉さんどうでしょうか今の試合。まあ、作戦のことをあの英語ではファイトプランって言うんですよね。はい、確かにこれも一つの方法、勝ち方だったかもしれませんけど、もう一つですね、そのセコンドの人たちが言うふうな、そのオスカ・デラホヤ、チャベスの勝ち方があったんじゃないかと。これは第一戦で非常に速いコンビネーションで速攻してですね、左をよく当てましたね。はい、そうするとあそこまで接近戦で危険を犯さなくてももっと綺麗に倒せたかもしれません。しかしこの試合はですね、まあデラホヤの意地っていうのを見せましたね。力でねじ伏せたような試合だったですね。だからそこでもパワーアップしたデラホヤを見た感じがします。はい、ということで最後はあと1位ですね、輝く98年栄光の名勝負第1位です。どうぞ。1位はこの試合です。ナジーム・ハメド対ケビン・ケリーです。場所は MSG マジソン・スケア・ガーデンニューヨークです。よく入りました。1万2000です。ハメドが登場してまいります。この試合は2月1日にオンエアされたものです。まあこれハメドがアメリカ進出第1弾の試合でありまして、この試合からアメリカの放送局 HBO と契約した試合でもあります。ちなみに試合前の掛け率オッズでは2対1でハメドが有利でした。まあ浜田さん、この2人、まあ、この表情を合わせたところでも分かるように、計量記者会見から激しいこう絶戦言い合いをね展開したんですけれども、ケビン・ケリーは、ま、リング上で待たされて待たされて怒っている状態でしたからね。このケビン・ケリーといいますとニューヨークはフラッシングですから、まさに地元です。その地元でこの試合を展開します。もろに来ましたね。人気急上昇のハメドからまずダウン。これであのここまで上り調子だったハメドがやっぱりここまでかというような印象がだんだん湧き上がってきました。やっぱりノーガードだと打たれるじゃないかというふうに思った人多いでしょうね。でしょうね。ハメドは9度目の防衛戦です。中東イエメンからの移民の2世であります。さあそして第2ラウンドです。これグローブがついたということでダウンを取られています。2をこの試合は両者とも3度ずつのダウンがあります。第2ラウンド今度はハメドが取り返します。浜さん、今スッと右入りましたけど、これどういうパンチなんですか。力まず相手の急所一瞬ですよね。そういうのはやっぱりいざとなった時も出るもんですね。そして第3ラウンド、ケビン・ケリーは王座返り咲きになるかという試合です。まだハメド効いてるんですよ。まだ1ラウンドのために残ってるんですよ。ニューヨークフラッシングがホームタウンですが、生まれはブルックリンというケビン・ケリー。さあそして4ラウンド目、これがまたダウンの応酬になります。このラウンドはちょっとじっくり見たいですね。1位に輝いた試合であります。
亀田の逆襲です。ここで終わらなかったのがまた浜さん、また一つこれをおそらく1位に押し上げた要因があるんでしょうね。そうなんですね。転生のタイミングでダウンを奪っていきます。カウントアウトです。結局倒し倒され3度ずつのダウン、その末9度目の防衛に成功です。ナジーム・ハメド、これがアメリカ進出第1弾の試合でした。なんとケビン・ケリー、地元の選手を下したわけです。ということで第1位はナジーム・ハメド対ケビン・ケリーの一戦ということでしたね。テラホヤではなくてハメドでした、はい。まあ、ハメドはね、折にふけつれ、あの浜田さんがいろいろ認めたり、いろいろ言ってらっしゃいますけども、どうですか、1位に選ばれました。まあ、認めたり、まあ、悪いところを指摘したり、今そっちを飲んだんですけど、はい、その2つの出た試合だと思うんですよ、はい。まあ、私もこの試合は1位にしましたけどね、あ、そうですか、はい。ハメドかっこいいですけど、お前逃がず来るからあれ食うんだよというのがまず一つなんです、実際にはその通り食ってしまったわけですから、はい。ただあの状態から立ち上がって勝ちに結びつけるというのはですね、これはじゃあ他の誰ができるかといったらできないですね。これは私が評価して1位にしました。そうですか、はい。まあ、3位から1位ちょっとご覧いただきながらですね、話を進めていきたいと思いますけれども、小泉さんはどうでしょう、今こう、出てきましたけれども、印象的なのは、まあ、この辺りになるとですね、まあ、相手も優れた選手でですね、お互い好カードの中で、そして勝者はですね、やはりその強さを発揮してますね。まあ、ハメッドもですね、ケビン・ケリーにダウンされながら、その結局逆転で相手をノックアウトしたし、そしてこのデラホヤもですね、チャベスのパンチを結構食いながらもですね、結局自分のペースに持ち込んで相手をストップしたと。まあ、リカルド・ロペス、アルバレスはこれ引き分けだったんですけど、お互いその自力を発揮した、おのおのやはりまあ、コンペティティブっていう英語で言葉があるんですね、実力拮抗したと、はい。そういう強い選手同士の試合っていうのがですね、やはりいい結果を、まあ、試合内容の結果を生むような試合がトップ3に並びましたね、うん。今顔が6人ですから出てきましたけど、はい、やっぱ知った顔、強い選手が出てきますもんね、うん、はい。上手い選手、あるいは有名人気者、うん、そうですね。こういう選手がやっぱりいい試合というのを、ね、作っていくのかもしれません、はい。またタイトルマッチだったりなんかしますから、無名の選手が決していい試合しても出てこないじゃないですか、放送には、うん、取り上げようにも取り上げられない、うん。また有名じゃなかったら、スーパースターじゃなかったら、そのビッグな試合にもならないし、取り上げられないということもありますけど、まあ、本当に限られた狭い範囲の中で今のまあトップ3ご覧いただきましたけれども、皆さんいかがでしょうか。さて、ずっと10位から1位までご覧いただきましたが、総評と言いましょうか、浜さん、はい。まあ、総評を兼ねて、唯一 MVP を選んでいただきました。まあ、やっぱり私は年間最高試合から選んで、ナジーム・ハメドが私は最優秀にしました。これは浜さんの MVP ということですね。やっぱり貢献大きいですね、ボクシング界全体に対する貢献というのでね、もう本当に批判も多いと思うんですよね、ハメド嫌いという人も多いと思うんですよ、嫌いという人もいながら見るんですね、この人、はいはい。ということは要するに好きなんですね。すごい論、そうですかね、嫌いだったら見なければいいんですよ、でも見るんですね、嫌いも嫌いは好きのうちとよく言いますけども、ですからそういう魅力のある選手だと。実際に私は指導するんだったらこういったボクシングはさせないですけどね。なるほど、はい。ただハメドだからできるボクシングではあります。浜さんの現役時代を彷彿させる強引な攻めでありましたもう僕ら納得してしまいました。その通りだと思います、はい。小泉さんはいかがでしょう、まあ、MVP という形で発表していただきましょうか。まあ、私はオスカー・デラホヤですね。まあ、正統派のボクシングでですね、やはりその筋力トレーニングこうして継続してますから、はい、そのウェルター級としてのパワーが出てきましたね、だからこれまでですね、例えばライバルのコーティー
あるいはフェリックス・トリニダードと戦ってオスカー・デラホヤどうだろう、不安がありましたね。だからところがですね、今のデラホヤだったら逆に予想してもですね、そのコーティやトリニダードよりももっとパワーの面ではあるんじゃないかという面気がしますね。まあ、お二人がね MVP 一人ずつ挙げていただきましたけども、うん、まあ、やっぱりそうでしょうね、うん、この二人が中心だったような1年なんでしょうかね。B級ではなく中量級だったという面がね、B級ファンは残念なところですけれども ね、まあ、しかし今ざっと出てきましたけれども、はい、まだまだいるじゃないか、多分皆さん思ってらっしゃると思いますけどね、次のコーナーでそういったものはね、ご覧いただきたいと思いますが、はい、はい、ということで